はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は3月12日、火曜日でございます。明日水曜日なんで、明日は絶対にクリーニングに行こうと思ってます。ね。大体こう季節の、こう、なんですか、変わり目のところでですね、はがきが来てですね、割引になったりするんですよね。だからまあ、それを待っててもいいかなとも思ってるんですけど、せこいですよね。ね。いろいろね、衣替えて言いますか。でも、まあ、だいぶ先ですよね。白いジャケットとかね、そういうのはね、必ずクリーニング出すんですよ。そうしないと、なんすかね、夏の間にね、こう、黄色いシミになったりしますからね。それはね、気をつけます。ね。なんですけど、ちょっとワイシャツはね、もうちょっと出してもいいかなと。まだいっぱいあるんですよね。とにかく、衣装持ちです、私ね。おしゃれが好きなんでね。はい、そういう感じなんですね。で、今日はですね、昼ご飯で、マダムンチのやつを見たらですね、またチキンだったんですよ。ね、チキン野郎にチキンをやっとけみたいな感じで。そういうわけじゃないんでしょうけど。昨日もね、行ったらチキンの、ミートボールだったんですよね。だから今日は豚が来るかなと思ったんですけど、豚も来なかったんで、ちょっといいかな、チキンは、みたいな。それよりこう、パッと浮かんだのは、だいぶ行ってないな、と。お寿司屋さん、みたいな。別に回るお寿司でもないんですけど、結構安いんですよ。で、そこ行ってね、うなぎ食べたいなと思いまして、これでございます。ね。うなぎ4貫ベロッと頼んでね。これがもうめっちゃ美味しいんですよ。炙ってね。炙ってるんですよね。で、これ青さの味噌汁頼んでね。それであと巻物ね。トロタクかなんか、巻物トロタクでしたかね。で、巻物を頼んでですね。それでもうね、お腹いっぱいでございます。そこにですね、フェンさんというね、ベトナムのね、女性の方がいてですね、あれですよ、お寿司をちゃんと握ってるんですよ。で、またいい子でね、フェンさん、とか言って、一時新宿の方に行ってたみたいですけど、まあちょっとね、今月はこっちね、来てるというようなことで、フェンさんね、握ってもらいました。はい、美味しかったです。ほんでね、今日のお花はこれですね、なんすかね、菊の一種らしいんですよ。なんかね、なんて書いてあるかちょっとわからないんですけど、まあ、綺麗ですよね。菊とは思えない華やかさね。すごいですよね。で、色ももうね、ほんと、なんすかね、こう、ピンクっぽいのと、ちょっと黄色っぽいのとね、混ざり合ってね、美しゅうございます。ね。これ、声優のね、入り口の華やかさでございます。ということで、ございますね。それで、ダムちゃんね、ダムちゃん寝てます。かわいいでしょ。寝てんですよ。お化けやってますよね、お化け。お化け、目開けましたね。相当寝ぼけてますね、これね。うって、ちょっと気がつきましたね。うって、映してんな、お前、みたいな。すごいでしょ、ラブちゃんの毛。これがですね、きっとですね、鼻の中にですね、チクチク、この子の毛がね、僕は刺さると思うんですよね。それで、ね、もうとにかく、鼻水がタラー出てくるんでね。毎日シュッシュやってます、シュッシュね。ラブちゃん、かわいいね。でもあなたかわいいからね。うん。多少はいいよ。ね。ドアップ、すごいでしょ。迫力あるでしょ。はい。今日はラブちゃんのね、おねんね姿ですね。癒されましたですかね。ほんで今日のですね、日経平均株価なんですけど、なんか朝方えらい下げてたんですね、これね。すごい。すごい、こんなに下げて。わーって。なんか3万8000割れようかみたいなね。でもなんか5番にかけてこう、なんかね、こう買ってきてですね。ほんでまあなんかちょこっとね、22円ほどのマイナスで終わったと。38,797円ですね。まあ、調整はありますんでね、これもしょうがないんですよね。ダウ波動でございますから。そんな一本調子にね、ビュ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 でもいかないですよね。トピックスも似たような感じですね。2657ポイント。ちょこっと下げてますね。で、グロースですね。これは、エラー上げてますね。プラス 14.28 ね。そういうことですね。1.94% も下げてるというね。で、ドル円なんですけど、また上がってきてますよ。147円台にまた来てますね。まあやっぱり150円。また目指すんでしょうね。為替はわかんないっすよ、ほんと。で、今、そうですね、先物は、まあ、
下げてますね、大きくね。それから CFD の日経平均も、まあ下げてますね。弱いですね。まあ結構ですね、まあものすごい勢いで4万円台まで駆け上ったんで、まあちょっと調整はね、あるかなというふうに思いますけどね。それからですね、なんか月初に、あれですか、積立NISAですね。あれがなんか、設定されてるみたいなことを言ってますよね。それで、だからその月初に向けてこうなんか資金が流入してきて、どうとか言ってますけどね。それもあるかと思うんですけど、やっぱ基本的には外国人ですよね。海外勢の、まあ、売ってんでしょうね、おそらくね。でかくしてね。そういう感じですね。で、10年債の利回りは 0.76 ですね。それから日経 VI ね、下げてますね。21.5 に。まあでも高いですね、恐怖指数ね。という感じです。それからですね、ダウですね。これ、昨日のダウはですね、プラスだったんですよね。46ドルですけどね。まあ、ちょこっとプラスですね。それから、ナスダックと、ナスダック100は良くないですよね。まあ、そんな大きな下げではないんですけど、金曜日も結構下げてましたけれど、このね、引き続いて下げておりますよね。それから S&P500 ですね。これあんまりね、下げてないですね。5117ポイントで。マイナス5ポイント。うん。まあ、しっかりしてますよね。それで、今、先物を見てみますと、そうですね、ダウの CFD はプラス5ですけれど、まあ、そもそも、これ、どうなんですかね。3月ですから、1、2、3、3月、そうですね。まあ、配当の分が入っているかもしれませんよね。四半期配当をやるところ結構あったりしますからね。そういうことかもしれないんですけど、まあね、結構ね、上げてますね。466ドル。CME を上げてます。それからナスダック100も348ポイント上げてますね。で、S&P500 もプラス81ということで、上げてますね。それからですね、ユーロドルは 1.09 で、まあ09を保ってますね。ドルインデックス 102.83 ということで、うん。まあ、昨日とあんま変わらないですね。原油ですね、78ドル。うん、まあそうですね。なかなか80ドルはいかないですね。まあこれはいいことですよね。それから恐怖指数なんですけど、ビックスね。15.09 ということで、うん、ちょっとだけ、まあ下げてますね。っていうような感じですね。それからですね、これね、フィラデルフィアソックス指数ね。半導体のね。これね、下げてますね。67ポイント下げてますから。うん、やっぱりちょっと半導体関連ですね。かなりこうワーって言ってたのが、まあ、ちょっとこう調整かかってるっていう感じですかね。まあ利確ですね、基本的にはね。そう。で、今日はですね、恒例のね、保有銘柄の、点検ですね。まああの、あれですね、これ私の日記ですのでね、定期的に、皆さんが面白いと思うが思う前が、定期的にネタやるんですよ。前回が3月5日ぐらいになんかやってる、まあ、感じですね。それでですね、まあ、この間ですね、そうですね、まあ、味見ね。味見もやりましたし、味見ね。ペロッとね、美味しかったです。蜜の味がね。それから、まあ、剪定もね、ちょっとやったりして、まあ、そうですね、含み益が、現状のところですね、95.7%。ありますね。それで、現金比率はですね、前回 30% 切ってたんですけど、34.7% に現金比率は上がっております。それはもう、いわゆる味見をしてですね、した銘柄が激しい銘柄なんで、何しろね、SMBC と、MUFG なんで、というようなね、感じになってましてね。それで、あれですよ、SMBC はね、どうも、あれですね、10% ね、総株数の 10% ですね。で、これ 10% をですね、1回は8600円か8700円ぐらいのところで、10% 味見したんですよ。で、美味しかったな、みたいな。そしたら、その後9100円まで来たんで、9110円だかなんだかところまで来たんで、9100円でまた 10% 味見したんですよね。だから2回味見してます。それからですね、三菱 UFJ ですね。これはですね、10% だけ、先週ね、ちょっと味見して、1600円まで来たんでね、味見しましたね。美味しかったです、10% ね。そうすると、現金比率がぐわっと上がるわけなんですよ。ね、そういうことです。それでですね、
実現益ですね。これは年初来なんですけど、12.8% も2桁いきました。ということでね、今年はやっぱその滑り出しね、すごくいいんですよ。去年がですね、17.8 かなんかですから、もうすでに今年は 12.8% の実現益を出してるんですよね。で、この実現益を使わないんですよ、私は別に。ね。で、この実現益はですね、再投資に回すんですよね。だから、実現したこの利益の分ですね、もちろんこれ税金引かれるんですけど、で、これをですね、現金比率というところに、入れてるわけなんですよね。それでまた新たな株に投資をするというようなことで、ございましてですね。相変わらずですね、SMBC と、三菱 UFJ ですね。味見はしましたけど、味見なんで、ね、まだしっかり、体制は持ってます。だからそもそも持ってた、株数のですね、80% は、SMBC に関しては残しておりますし、それから三菱 UFJ も 90% ね、残しております。ということで、でもね、ちょうど上がってきたところ、全体がですね、金融株が上昇してきたところで、うまいことね、味見できたんで、それはいい味見の仕方だったな、というふうに、自分で自分を褒めてあげたい、みたいなね。ね。そんな感じで、やっぱり調子いいっすよね。本当に。だからこの、YouTube 始めてから調子いいっすよね、本当。特に調子いいですね。皆さんの、コメントをくださる皆さんのおかげかというふうに思います。謹んで御礼申し上げます。ちなみにですね、ちょっとこう分かりにくいかと思うんですけど、私のですね、その含み益とか、その実現益とかいう考え方はですね、要はこれなんですよ、ロイック。ね、リターンオンインベスティッドキャピタルね。だからこれもですね、その、ずっと昔から、投資をやってるんで、大体2020年ですね、の時のですね、株式に投じている、その時投じてるお金と、証券口座の中にキャッシュとしてあるお金の、この総和ですね。この足し算した、例えばそれが100万としたらその100万をですね、要するに、動かしてないんですよ。これがもう原資金っていうやつですね。で、原資金をいかに成長させていくかっていうのが一番重要なんですよ。なんで、成長してますよね。実現益出てくればね。だから毎年毎年、17、8% から、いい時は 20% 以上の実現益を再投資にこう回してしっかりこういけばですね、どんどんですね、資産が膨れ上がっていくというようなことで、お金持ちおじいさんになれるわけですよね。今更なんてどうするんですかあれですけど。いいじゃないですか。ということで、この投下資本利益率というね、考え方を、私流にですね、株式に応用しとるわけなんですよね。ですから、投下した資金、どっかで切らないといけないんで、もう長くずっとやってますんでね。だから2020年ぐらいのところで、切ってあるんですね。で、そこで認識してした、いわゆる、投下資金ですね。それと、投下資金予定のものですね。これを合わせてですね。それで、その原資金に対してどうだっていうのが、もうそこの数字は動かしてないです。ですから、もちろん、あれですよ。含み益に関して言うと、現在市場にエクスポージャーさせてるですね。資金に対して、要するに 95. 何パーセントでしたっけ ?7%? ほぼ倍ですね。になってるという意味ですし、で、キャッシュ比率というのはですね、実現益ですね。これを要するに、ですね、取り込んだ形になりますよね。自動的に。証券口座だよね。それで、それをですね、キャッシュ比率として捉えてるというようなことでございます。で、これをですね、ぐるぐる回していくと。そうするとですね、雪だるま式に、お金が増えていくというようなことでございまして。今のところですね、そんな言うほど、あれですよ。私ほら、マダムのご飯でも十分美味しいなと思うし、たまに京都に美食風旅をして、今度ね、あれですよ、京都はね、私平松行きます、平松。ホテルね。平松のホテルに泊まります。なかなかいい感じなんでね。結構いい値段でございますけど、泊まる予定にしております。ね。こういう考え方を、するようになった理由ですね。実を言うと、その投下資金、資本利益率みたいな考え方っていうのはですね、この2020年頃ですね、初めてこう考えるようになったんですよ。それまではね、なんて言うんですか?とにかく含み益を引っ張るだけ引っ張る、ただそれだけです。で、たまに、あれですね、
まとまったちょっとお金がいるなっていう時は、証券口座からお金を引き出したりしてました。ですけど、今はね、その2020年、そこからの認識した時点ではですね、一度もですね、証券口座からそのお金を引き出すということは、しておりませんので、お間違いのないようにね していただければいいかなというふうに思うんですね。で、NISA ですね。これ NISA はですね、貯金というふうに考えてるんですよ。だから、ここからはですね、このところからは除いてます。ややこしいんでね。それで、その NISA に振り向けるお金はですね、銀行口座からですね、証券口座に振り込んで、それで銀行の代わりに NISA に預けてると。大体 LTD 株なんですけどね。ね、間違いないでしょ。ということなんですよ。まあ、そんなことで。一応ね、ちょっとたまに聞かれるんでね、ちょっと整理してご説明を申し上げた次第でございます。でですね、早速ね、参りたいと思いますけれど、今日モノタロウね、なんか異常に上げましたよね、これ。何なんですかって感じなんですけど、ここはやっぱあれですね、グロストリンクしますね。まあ、ROE も高いですし、そうですね、グロス株が、まあ、グロスが全体としていいとき、まあ、今日なんか良かったですもんね。では、まあ、このモノタロウね、あげますよね。もう謎のあげでございます。何もニュースないです。どっかが出動してきたに間違いないんですよ。それは多分大きいとこですよ。それで、昨日ですかね、これ、月次が出て、これに反応してるかもしれないですね。と言ってもですね、114.6 ですから、まあ、そんなに言うほど。まあ普通、巡航速度なんですけどね。これはこういう風になるっすよ、しばらくね。それで、口座数はですね、8万3000口座ですね。10万口座割ってますよね。新規のね、口座。顧客の獲得数ですね。これ10万割ってたら下げてたんですよ。去年あたりはね。なんですけど、まあ大企業連携が進んでいってるんで、まあ、実際その結果として出てきてますよね。だからやっと、まあマーケットもそういうちょっとこうビジネスの姿の変化みたいなものをね、こうなんか認知し始めたような感じがしますね。まあそれを、まあ10万口座割れたを口実にしてですね、まあ売りを仕掛けてくるっていうことは、まあなくなったということかなというふうに思います。社長はね、今この花咲夜姫ですよね。田村咲夜さんね。ね。桜咲くみたいなね。桜みたいな。それなんですかね。SKD ですかね。松竹歌劇団。ね。そんな感じでございますね。と、まあ、それが一番大きいっすかね、きっとね。今日あげたのがね。まあ、一応、増配値ったって、まあ、見てまりゃ 1.22 ぐらいなんでね。だからね、いいですよね。まあ、これ結構今日、私の、あれですね、含み益、まあ、貢献してますよね。で、モノタロウはね、もうね、大概味見したんですよ。本当に。大概。こう。なんか、2006年ぐらいから始まってですね。何回もこれ分割してるんで、味見してるんでね。もうちょっと味見はしないんですよ。ね。これ味見したら太いんですけど、税金も太いんですよね。ね。ほぼこれですから。ほぼ利益です。利益ですからね。だからまあ、これね、1兆円ないとね、おかしいっす。時価総額ね。そういうビジネスだと思いますね。はい。たすきさんね。たすきさんも今日あげましたよね。そうっすね。なんか、ニュースあるんですかね。あ、タスキホールディングスが貸借銘柄なんですね。あ、なるほどね。貸借銘柄ということはいいのか悪いのかよくわからないですけど、まあ、そうですね。空売りも生じますよね。いっぱいね。ですね。今、タスキは、そうですね。売りは空売りできないんですかね、これね。そういうような感じで。まあ、これはもう本当、あれですね。3月の末頃の新日本建物との合併以降のタスキホールディングスが、まあ、どうなるかというようなところを、まあ、ポイントでございますね。まあ、今日29円上げて、順調でございますね。それから三共製鋼ね。なんか、唐突に上げてますよね。なんですかね。なんかありました?そうですね。まあ、これは本当 PBR がまだ 0.72 倍なんで、そうですね。配当も 3.49 あって。まあ、まさにここで買っても全然いいぐらいだというふうに思うんですけど、ここで買い足すとね、私も買い単価が低いんでね。あれなんですよ。どうかなと。考えることあるんですけどね。この辺、まあ700円ぐらいのところ、まあちょっと何件あったぐらいのところは、買い場だったかもしれないですね。まあ持ってんのがこの辺なんですよ。これ。これ。ね。400円。ね。400円の、なんか、5、60円ぐらいじゃないですかね。多分ね。オンワードとか、まあそういうのとね。まあ一連のあれで買ったんですけどね。まあ三共製鋼が一番、まあ最後まで残した、まあアパレル銘柄ですね。まあこれライセンス商社みたいなもんすから、はっきり言って。
めちゃくちゃ儲かるやつですね。いいと思います。それから不動産もね、結構ここ稼ぐんですよ。いい不動産持っててね。でもまあこれ、まあ早くね、1倍になって、を超えていかないと、ちょっとね、うん、結構村上くんがね、過去いい思いしてますからね。どこやったかな、村上くんがいい思いしたの。これ、これね、この6月31日の645円ピュンと跳ねてるでしょ。これはもうね、村上くんと話ができてね。それでもうな、村上くんがこう売って、えらいもう大儲けしたんですよ。多分この辺から買い集めてね。ね。本当にね、自分だけ儲かればそれでいいんですよ。はい。まあそんなね、人です。それでね、三菱 HC キャピタル、ちょっと下げてますね。まあここのところ今一つこうパッとしないんですよね。ですけどね、まあこう 0.88 倍、まあ割安ですよね、これ。うん、まだね。で、利回りが 3.64 あって、これ三菱系なんで、ですね、そうですね、これは、配当はですね、多分、順調に積み増してくると思いますよ。これ、こうで25期連続配当なんでしょ？だからまあ、その時期の配当も全然余裕ありますからね、これ。ね。次はまあ、38円とかね、40円とか。まあ、ここは、これが上振れるとですね、なんかこれ自体も増配しそうな気、ね、するんですけどね。どうすかね。まあ、現金ありますからね。4600億ね。すごいっすよ。それで、まあ、そうっすね。まあ、直近の第三四半期はちょっとあんまりよろしくないんですけどね。まあ、それで株価は、まあ、上がりきれてないんだと思いますけど、これは鉄板じゃないですかね。もう、10、12月期ね。これ良くなってきてますよね。なんか。営業段階も、もう2桁の増加ですし、経常も2桁。それで純利益も2桁ですよね。やっぱね、こんなね、4825億とかを四半期で売る会社がですね、2桁伸びると利益がね、これは大変なことだと思いますよ。7% 台から、まあ、うん、そうね、悪い時でも 6% ですよね。まあそうね、4.9 とか 5.1 とかもありますけど、まあいい時は 10% 出すっていうね。この辺すごいですよね。ここ戻ってくるとすごいですけどね。10%、12%、10%。ね。すごいでしょ。からリースの会社なのに。いや、恐ろしいっすよね。うん。うん、そうね。ヨーロピアンエナジーに、そうですね。これ再生可能エネルギーですよね。こう、出資してんですよね。それでこう、すごい時間差がかかってきたら、場合によったら、その、それを売って、株を売ってね。それでもって、あれですよね。また利益を出すとかいうこともできるんですけど、そうそう。なんか、副社長が亡くなったんですね。それはお悔やみ申し上げます。あ、このね、イギリスの鉄道資産売却ってやつね。これ事実なんですかね？よくわかんないですよね。だ報じられるなんで、ですね。わかんないですよ。イギリスのタイムズ紙がそう言ってるだけで。5億ポンドって言ったら結構ありますよね。結構ありますよ。なんか、今ポンドいくら ?180 円くらいですかね。そうするとまあ、1000億くらいあるかもしれないですよね。そうすると、まあ、それがね、特別利益に乗ってくる可能性もないことはないですよね。わかんないですけどね。で、直近でここのですね、レーティングはこれですね。12月20日に出てるやつ。ですね、1110円ね。まあ、東海東京ですからね。ちょっとなんとも言えないですよね。なんで、ちょっと、木曜株価をちょっと、たまには見てみようかな。アナリスト君たちのね、ご意見をね、ちょっとね。ああ、1050円なんですね。そうですか。でも年初来高ね、去年1088円いってますけどね。一番、あれですか、強気の、あんまりこう見てる人少ないですね。2社しか見てないですね。東海東京と SMBC 日興ね。6月22日、去年の。で、それ以降何もいじってないってことは、このアナリストは辞めてますね。もういないですね。ね。ってことは東海東京だけですか。へえ、そうなんだ。三菱 HC キャピタルって人気あるんですけどね。なんか、ね。全然ね、注目されてないという感じですね。まあ、でもこれもまあ、そうですね、これは倍にはなってないですよね。60% ぐらいの含み益じゃないですかね。で、SMBC ね、味見したやつね。もうほんで今日180円も下げてるでしょ。だからよかったですよ。味見しといて。で、ですね、なんか、レーティング日報出とるな。三井住友、みぞがね、1万50円で出しちゃった。1万50円。あと1000円乗っけるんですか。1500円。すごいな、本当それはもういいですよね。
で、ついでに三菱 UFJ も見てみますと、みずほが1900円にしてますね。うん、すごいな。それはよろしいんじゃないですかね。うん。ということで、銀行はですね、今後金利上がってくるんで、そうですね。やっぱり、まあ確実に儲けられますからね。本当に。特にメガバンクね。で、これまあ、ここでもまだ割安なんですよね。で、ROE がすごい良くなってきてるんですよ。二桁になってるんですよね。なんで、まあ、こういう銀行は買えますよね。あの、外国人の投資家もね。で、配当がまあ、こう、270円も設定されてますけど、もっと上げれる可能性ありますよね。で、直近もめちゃくちゃいいはずなんですよ。ね。経常利益は 15.9% プラスですね。これは貸し借りかなんか入れてますね、これね。7928億の今最終利益まで来てるんですよ。なんで、もう約8000億来てるでしょ。で、9200億がターゲットですから、まあ、あと1200億でしょ。全然いくんじゃないですかね。これ超過しますよね。1兆円いくかもしれないですね。それはないか。いや、あるかもしれないな。まあ、とにかく、まあね、システミックリスクっていうか、そういうのがあった時にですね、金融システムの、まあ、こう、ちょっとガタガタっとくるやつね。あれでしょ？アメリカの、オフィス戻ってこないんでしょ？ニューヨークとか、LA とかね。みんなもう田舎の方で、テレワークになっちゃってね。テレワークって言わないですよね。リモートね。リモートミーティングで、ね。それで仕事するみたいな。そういうなっちゃってね。それでもうなんか、空室率が偉いことになってるんでしょ？で、借り換えがどうだとかこうだとか言ってますよね。ほんでもう地銀大変だとか言って。地銀が結構商業不動産に貸し込んでるみたいなんですよ。逆に大手銀行は、まあ、そんなことしなくても、儲ける術があるんで、商業不動産関係は結構避けてるみたいなんですよね。というようなことで、大丈夫みたいですけどね。そういうことで、まあ、この、三井住友もですね、まあ、これでも、まあ、3倍超えです。で、三菱 UFJ も、これでも3倍超えです。3倍、両方とも3倍。ですね。いいですね。でも今日はまあ、下げてますね。NTT ね。これもまあ、これ、そんなね、私これ買い増ししたんですよ。結構下で持ってたんですよね。だから、倍までいかないんですけど、70% ぐらいの含み益だったんですよ。もっとかな ?80% ぐらいの含み益だったんですけど、で買い増ししたんですよ、途中で。株数足らんぞ、みたいな。ちょっとアイオンでね、ちょっとクラクラ来ちゃってね。アイオン計画いいじゃん、夢あるじゃんと。国民の義務だと NTT 株を買うのはと。そこまで言ってたでしょ。今でもそう思ってるんですよ。NTT は頑張ってもらわなきゃいけないんですよね。ここしかね、世界と戦えるところはないんですよ。こことトヨタですよ。ね。そういうふうに思うんですよね。だから、まあね。まあ特に IT 関連というか、そういうところでもう本当世界を圧倒驚かせることができるのは NTT だけ。ね。で、そういう理由もあってですね。買い増しをして。僕が上がっちゃったんですよね。これ、レーティング3月4日に出てますけど、レーティングが当てになるわけじゃないんですけどね。まあ、ゴールドマンサックスですんでね、結構当てになります。224円つけてますね。これ言ってくれたらね、いいんですけど。これ言ってくれるとフライングで250円となりますね。ちなみに、この NTT のですね、その、何ですか、目標株価ですね。これって、ゴールドマンが224でしょ？野村が205でしょ？だから、だいたい200円近辺ですね。のところですね。210円とかね。この辺がまあ、落ち着きどころと。まあ、東海東京、いやいこそも、この辺はまあちょっと、あんま信用できないです。やっぱあれですね、ゴールドマンサックスとか、野村とか、あと台湾この辺ですかね。あとドイツ証券ね。まあ、これはね、行くと思いますよ。JP モルガンも、そうですね、200円つけてますし、バンクオブアメリカも210円ね。そうでしょうね。三菱 UFJ モルガンスタンレーも193円と。だから、あ、みずほが200円にしてますね。このモルガンスタンレーですよ。なんか4500円のまま、これ違うんですよね。これやめたんだと思います、この人ね。なので、ちょっと全体をね、これが押し上げてるんですけど、これはありえないですよ、これは。絶対ないと思いますね。ということで、まあ大体、そうですね。これ、まあ200円、あとそうですね。全体的に言うとやっぱ200円ぐらいがまずは当面のターゲットですかね。というふうに思いますけど、まあ、持っといていいんじゃないですかね。国民の義務だと思います。だから国民の義務を果たしたいなと、かように思っております。高島屋ね、
今日ちょっと上げてますけど、まあ、これもですね、2200円ぐらいの時にですね、もう優待のね、株数分だけ残してですね、ご優待必要なんでね、私、新宿高島屋が、ね、私の、お散歩コース、でもあるわけなんですよね。新宿高島屋は美味しいものの宝庫なんですよ。で、今ね、高島屋で美味しいもの店をやってるんですよ。行きたいなと思ってるんですけど、寒いでしょ、今日ね。さっきの今日は行かなかったんですけど、まあ明日からなんかちょっと暖かくなるみたいなんで、ちょっと行きたいなというふうに思ってますけどね。高島屋飯、ね。高島屋飯、調子いいですわ。で、ジャパンディスプレイ。あ、これ募金ですね。大した金額入っておりません。で、JMC 券運とね、調子っすよ。ね、ほら。866円ね。これはね、もうね、2倍以上、2.4倍ぐらいになってますね。2.4 倍ね。いやー、タイの生産子会社のサーバーへの不正アクセスがあったみたいですね。今日の話ですか。開示が17時30分だから、明日ちょっと下がるかもしれないですね。だけどこれね、下向いてるのは嘘ですからね。これは増益なんですよ、実質。イファースだからこうなるんでね。まあ、イファースじゃなくてもなるか。まあ、そういうようなことで。いいんじゃないですかね。なんかこの著作権市場で大逆行、音楽ビジネス関連株が株高の戦術に乗るとかわけのわからんこと、株単トップ特集でやってます。確かにビクターがいるんで。ね。なんか桑田くんもビクターかなんかでしょ？さあわかりますけど。JVC 権運動の全体にしたらもうなくてもいいような事業ですからね、はっきり言って。全然力入ってませんからね。というふうに思います。まあね、ほんとね、配当利回り上げてほしいですよね。ほんと。なんちゅう会社だと思うんですけどね。なんかね。長野の商人ですよ。信濃のね。あげれますよね、これ全然。お金持ってるし。ね、561億。ほんとね。ほんとケチなんですよ。ケチ。借金を全部返したいのかもしれないな。ただね。綺麗な体になりたいというね。そういうことかもしれないですね。ノートね。まあこれもう、これも募金なんですけど、割と、まあそれなりの募金なんですよ。なんか400円だったですからね。400円ならいいじゃんみたいな。そういうノリでね。まあ、いいです。九州フィナンシャルグループね、今日エラー下げてますね。マイナス26円。銀行株みんな下げたんですね、今日ね。なんで下げたかよくわかんないですけどね。まあ、なんか理由あるでしょうね。これもね、0.7 倍でしょ。あ、これはね、もう倍をはるかに超えてます。2.2 倍とか3倍とかっていうんじゃないですか。と思いますけどね。これ割と突っ込んでるんですよ。なんせ肥後門が強力だったからですね。肥後銀行。あらもうね、地銀で突っ込むとしたらここだっていう感じで。一番突っ込んでるのがこれです。で、それもね、もうすごくね、お安い時にね、この辺で突っ込ませていただきましたんでね。この辺、400円のぐらいのところでね。あ、でもジャーッと上がってってまた、調整したんだけどまたダーッと上げて。そんなもう途中でね、こう売るようなことは私しないんですよね。でもこれはもうとにかく PBR1 倍を超えていかないと、ね、味見をしないというね、それはあれですよね、いう気持ちでおりますね。小型株ですからね。ユニネクね、今日上げてますね。なんかニュースあるんですかね。ニュースはない、なさそうですね。なさそうです。あ、2月の月次、これやりましたっけ？やってないですよね。2月の月次どうだったの？よかったですよね。促進してるってことはね。そうですね。16.6% ですよね。いいじゃないですか。なんかこれ、そういえばユニネクの動画やりましたよね。その時に見ましたね。はい、次、通りさんね。通りさんは400円1回行ったんですけど、また下がってきちゃって、それで、こんな感じですね。395円ね。523円も行ったんですよね。で、まあなんか利確されたんですね。でもこれ、通りさんはね、いいと思うんですよ。だって、だからこの100円だ、200円ぐらいのところがあるんで、この人たちはね、もうこの辺で倍になってますんで、だいたい利確するんですよね。だからこれ揉んでるんですよ、これずっとね。で、これ上がると思います、これ。ね。これどう考えても。しかもこれ今買っても安いですよね。8.1 倍の 0.55 倍ね。今まで 3.8 もあるんですよ。すごいでしょ。でもニュースなんかあったっけ？そうですね。これ2月2日で、今期の経常 7% 情報修正って言ってるんですから、まあ、これはもう間違いないんじゃないですかね。まあ大体見えてると思いますんでね。そうですね。これ、情報修正した数字ですね。2桁伸びてますよね。で、1000億に入ってね、乗せてますよね。1000億ってここ前あったんですかね。1回だけあったんですね。2007年ね。でもその時の利益は22億ですよね。営業利益ね。
だから今回の1000億円42億なんですよ。それはなんでかというと、価格改定が効いてるからなんですよね。だから儲かってるんですよ。ね。で、どうも通りさんのを使わざるを得ないみたいですね。特にあの飲食店、オフィス。まあ、とにかく耐久性が必要なのは、やっぱ通りさんのものがいいようですね。ということで、第三四半期でもこんなね、利益を叩いてるのに、なんすかね、株価がね、未だ泣かずとかで借金もないんですよ。え、ね、っていうのはね、どうかと思いますけどね。自社株買いやった方がいいかもしれないですね。次はね。自社株買いもやるんですけどね。なんか前やったでしょ、確かこれ。ね。やりませんでした。やったような気がするけどな。こうね、自己株主とか。やってますよね。そういう、一応、そういうこう、コツコツとやってるんですよ、通りさんね。うん。かわいいんですよ。セブン銀行ね。セブン銀行避けてますね。ね。でも、これはね、大きくは絶対下げないですよ。利回り 3.73 ありますから。別に、セブン銀行で何かこう、突発的な何かがあるというようなことは、まあないと思いますから。月次が出てますね。月次が、なんか、悪いとかそういうことはあるのかな。設置台数が 27,370 台で、2月末ね。で、総利用件数が、8280万件。平均利用件数 104.9。いいじゃないですか、1日にね。1台あたり。104.9。いいと思います。なんかね、もう、チャージ、電子マネーのチャージとかも、なんかこう、セブンでやれとか、なんか言ってますからね。なので、セブン銀行はいいんじゃないですかね。その分、手数料は当然ね、いただきますからね。PayPayとかからね。というふうに思いますけどね。はい。そんなことでございます。それから、三菱ケミカル。それから、次は北洋銀行ですね。北洋銀行はですね、倍になっております。これはですね、非顧問の次に、持ってます、これ。ね。本当に。そうですね。まあ、3ブロックぐらい持ってたね。3塊。ね。だって、めちゃくちゃ安かったんですもん。なんで、こいつはですね、まあ、とにかく、期待値だけでもね、これも上がってくると思うんですよね。まあ、ラピダスがありますからね。ということで、自己資本比率、これちょっと見ていただくとわかるんですけど、北洋銀行の自己資本比率はですね、これ見てください。連結でね、11.43 なんですね。だからこれいわゆる自己資本比率告示に定める自己資本比率ってやつですね。金融庁のね。だから要するに、リスクアセットに対してどのぐらいの自己資本がありますかっていうやつですね。これがもう10を超えてたらもう合格点でございますけど、んでね。いいと思います。単体も 11.17% ですね。非常に良好なですね、財務ではないかなというふうに思います。ということですね。はい。それからですね、北洋銀行本当儲からせていただいていいかなと思うんですけど、PBR0.41 でしょ。まだ先は長いですよ。ね。まだ付き合いますよ。あんたのところ1000円行くまで、わしは売らんもんね。っていう感じですね。ABEX ね。ABEX はもう引きこもごもあるんですけど、うまく損失でございます。ね。まあ、10% 以上、15% ぐらいマイナスですかね。ね。じゃあそういうものもあるんですよ。でもね、3.83% も利回りがあるんだから、いいんですよ、別にね。もう絶対良くなりますから。お金持ってますから。何でもできますから。なのでね。これはまあ特にニュースないですね。ということで。なんか XG が、ナイキと、コラボをすると。すごいでしょ?来たって感じなんですよ。それで、ナイキとコラボをするということになってくるとですね、その後スーパーブランドってことになるんですよね。だから、ヴィトンとかシャネルとか、エルメスとか、まあエルメスはないかもしれないですけど、まあヴィトン、シャネル、グッチ?そのあたりはもう十分ありえますね。そうなってくると、もういよいよ XG はですね、日本人は知らないけど、世界では超有名な、ね、ガールズグループということになるっすよ。それはね、夢を見させてもらってます。お嬢様たちにね。ジュリンちゃん大好きです。ジュリンちゃんラブジュリンちゃん色っぽいっすよ、あれ。でもね、ジュリンちゃんはプロスノーボーダーだったんですよね。だからもうなんかダンスめっちゃうまいんですよね。ほんと。私、ちなみにジュリンちゃんのあれ買いましたから、なんですか、キーホルダーのやつを。それで、使ってないっすよ。これ大事にしまってるんですよ。バカでしょ?なんかね、推し活ですね。私もやってます。いい年こいてね。はい、LINE ヤフーね。これはですね、ちょっと売ろうかどうしようか迷ってるんですけど。だけど、売らなくてもいい程度しか持ってないんで、いいかなみたいな。そのうちどうかなるだろうみたいな。まあね。
そういうなんか気楽な気持ちでいるんですけどね。まあ今日上げてますよね。プラス10円。エイリーワークスね。まあ、これがまあちょっと、鳴かず飛ばずっていうか、さっぱり動かないですけど。そうですね。これやっぱり決算出ないと、やっぱ動かないでしょうね。もう超割安です。P は 7.1 倍、P は 0.6 倍ね。利回りは 3.86 でも言うことないです。で、決算出てですね、こいつね、下がる可能性もないことはないかなと僕は思ってるんですよ。それで、まあ、そうですね、もうなんか、まあ、ここは本当、なんですかね、リノベーションみたいなものをね、やってるんで、まあ、お仕事はね、大丈夫かなというふうにまあ思うんですけれど、あと、それで、一棟売りなんでね、ちょっと詐欺まがいのね、ワンルーム投資マンション銘柄みたいな、ああいうのはね、もうちょっと避けてるんですね。全部そういうの、持ってたのもあるんですけど、そういうのもう切りました。怪しいんでね。事件が起こるかもしれないんで。なんですけど、まあ、こう一棟売りっていうのはね、タスキもそうなんですけど、一棟売りですよね。ああいうのがすごくいいと思います。要するに富裕層相手にしてますからね。で、これがですね、まあ、12月期が、まあ、すごい良かった。そう、過去最高でね。それでに、この、2024年の、この12月期もですね、さらにそれを上回る、利益はだ、まあ、売上と利益ね、2桁伸びるよっていう。だからこれも、本来ならもうガーッといって良さそうなんですけど、いかないんですよね。それがなんかね、まあ、ちょっと不思議なんですけど、まあ、人気がないんですよね。だけどこれ、見てください、これ、ここね、直近のこれがもうすごいでしょ、10、12月期。で、これはね、90、まあ、不動産なんで、どこで引き渡しするかっていうかね、そういうので、売上の立ち方変わってくるんで分かんないんですけど、でも、まあ、直近でプラス 96.3 でしょ？で、営業利益は 2.2 倍になってるんで、これ勢いがあるんですよ、間違いなくね。で、確かに前年1、3月ね、これがまあ、大したことないですよ、2億7900。でもこれ水準がちょっとずつ切り上がっていってるんで、売上高の水準ね。それで、まあ、営業利益の水準もちょっとずつ切り上がっていってるんで、これまあ全体的にいいということなんですよね。なので、まあ、そうですね。こう、次の第一四半期ですね。これをちょっと見てみたいなというふうに思いますね。で、第一四半期で、まあ、有事負債がまあ2倍あるんで、それがちょっと、まあ、嫌けそうですね。まあね、巨大な会社でもないし。うん。まあ、疑問視されてるのかもしれないですけど。まあまあ、要するに人気はないですよ。全体的に、不動産セクターダメでしょみたいな。そういう感じなんですよね。きっと。しかし、これは、まあ、割安ですよね。本当に。なんか、ここ、じゃもっと買っとこうかなと思うぐらいなんですよね。いや、割安ですね。で、これ、第一四半期がですね、おそらく、いつ出るのかな。1、3月期が5月ですね。5月までこんな調子なんですかね。なんかよくわかんないですけど。うん、まあ、どっかでね、誰かが目をつけたら、こう上がってきますよね。上野ね、上野もですね、マイナスでございます。あ、エリワックスはね、プラスマイナス。まあ、トントンでございますね。で、上野はもう、こいつもですね、10%、12% とか、とにかく 10% 台ですけど、マイナスですね。損失を持っております。しかしながら、私はですね、上野を信じてます。何しろね、声優のお姉ちゃんにね、直に聞いてますから、ね。中杯の人は、缶中杯の人は缶中杯ですと。ビールの人はビールの人です。変わらないですと。ね。ビールの中で、第3のビールがちょっと落ちて、これで、本生ビールみたいなのが、まあ、要するに、ちょっと値段が下がったんで、そっちが売れてて、と。それだけのことです。中杯を飲む人がビールに行くことはありませんと。はっきり言ってましたから。売れ行きでわかるんですよ。だってお酒売り場のお姉さんですからね。まあもう、はい、間違いないです。そう言ってるんですから、ビールが来てるんで、おえのんが厳しいよっていう話は、絶対ないと思いますね。で、なおかつ、ここはあれですよね。借金をね、だいぶ返しましたんでね。それがちょっとね、いいですよね。これですね、グローバルマネジメントパートナーズリミテッド、変更報告書ね。2024年2月29日に、報告義務発生は21日ですね。香港ですね。空路にありますね。これは、あれですかね。これを、茂田
茂田ですよね、光通信の。もうこいつ、代表者役職、ディレクターとかなってますね。で、これのスノーボールキャピタルっていうのが、まあ、日本にあるんですよね、これね。なるほど、順当市って言ってますね。はあ、そうっすか、1291万株。うん、結構ね、抑えられましたね。市場内でずっと買っていってますね。これは、今、あれですか、茂田さんは、これ、香港にいるんですか？知らなかったです。しかしながら、いいんじゃないですかね。うん、まあ、でも、なんでもいいですけど、買ってもらえるっていうのはいいことですよ。だからね。でも、だからといって、あれですよね。なんですかね。これ、マイナス予想を出したから、株価下がってきてるんで、で、さらに買い増してきたんですかね。まあ、わかんないですけど、その前から持ってるんですよね、これね。いや、なかなかの眼力だと思いますよ、茂田さん。ただ、これね、改善してきてるんですよ、営業利益こう、ずっと。なので、この改善傾向、値上げによってもたらされてるので、まあ、大丈夫だと思いますけどね。有利子負債も 0.24 と大きく減ってますから。で、剰余金はもう100億近くありますんでね。まあ、これは上がっていくかなというふうには思いますね。はい、次、これ、芽吹きですね。芽吹きは、まあ、私はですね、そうですね。芽吹きは1ブロックぐらい。ブロック、2ブロックぐらいですかね。あんまり大して持ってないですよね。まあ、ちょっと、そうですね。北洋銀行とか、九州フィナンシャルグループに比べたら、ちょっと、まあ、そのシナリオが劣後するなと。まあ、同じなんですけどね。シナリオはもう金利はこれから上がっていくって、地銀がいいよって。で、その地銀の中で、まあ、割安にまだ放置されて、なおかつその、要するにこう、その地域の、まあ、要するにその地銀っていうのはその地域のですね、商工業者ですね。要は、資金繰りとか、そういうものを支援してあげて、それで成り立つビジネスですよね。だそれは使命なんですよね。だってことは、まあ、その地域が活性化するかどうかっていうことがすごい、重要なポイントでしょ。で、そういう目で探していったんですよね。だから、九州フィナンシャルグループはもう TSMC ですよね。北洋銀行はラピダスと。で、芽吹きは何かっていうと、やっぱりいわゆるですね、東京のまっすぐ近くで、そうですね、工業地帯もあるし、それから物流倉庫ですね。ここはもうすごい大きなポイントです。で、そういうものもあるし、貸し先はまあたくさんあるよね、というところですね。だからは、2ブロックぐらいですかね。で、この池田選手は1ブロックぐらいしか買ってないです。なぜかというと、これはですね、万博と、まあ、その後の IR っていうのがあるんですけど、そういう大きいところって、池田選手関係あるかなっていうのもちょっとあるんですよ。しかしながら、まあ、地銀としてはね、まあ、割安ですよね。0.47 で、PR10.4 でしょ。で、ここはなんで気に入ったかというと、アメリカの国債を全部債券売っちゃって、ゼロなんですよ。だからそこのですね、ダウンサイドリスクっていうのがないんですよね。なので、まあ、いいかなと思ってまして、まあね、ワンブロックぐらい持ってますかね。山木さんね、これ、166円だとちょっとプラス。ちょっと、ここは株数としてはまあ持ってますよ。だけど、まあこう山木さんがね、どうなるかっていうのはまあちょっとなんとも言えないですけど、何もニュースはないでしょ、別に。黒字浮上になっただけですよね、第3クォーター。これね、あらりがね、急改善してるんですよね。で、これ今予想が、1億8000の最終利益でマイナス 61.5 って、前期にこれ特益出してるから、実質は増益なんですよね。それで、まあ、お金11億ありますし、親の家で持ってますよね。ね。ですね、そうですね。まあ、こう、11、12月期ですね。まあ、こう、営業利益は黒点して、で、まあ、赤字はこう縮小して。で、10、12月が、まあ、こう、ワイシャツ屋さんなんで、あんま良くないんですよね。これね。で、やっぱいいのはこの4、6月なんですね。だから多分まあ、そうですね、今の調子だと1、3月、ひょっとしたら1、3月プラスが出るかもしれないですね。でも4億9700万出ません。これはもう特益出してますからね。というふうに思いますけど、まあ、この辺には来ると思うんですよね。270円とか。まあ、そうですね。まあ、剰余金が今マイナス状態なんで、クリソン状態なんで。まあ、なんとかね、それを解消しなきゃいけないって言うんですけど、まあ、多分ですね、資産は、114億あるんで、そうですね。まあ、この資産型に土地とかあったように思うんですけどね。で、1、3月が良かったら、まあ、本当びっくりしたになりますね、間違いなく。し
かしこれね、中身見てみるとすごいいいんですよね。まあいいんですけど。現金が今22億になってますね。結構現金がね、入ってきてますね。まあ、こう、現金が、まあ、こう、四半期でね、キャッシュって結構変わるんですよね。なんで、まあ、あくまでも第三四半期末なんですけど、22億ね。で、ですね、固定資産のところで土地がですね、19億あるんですよね。それで、投資有価証券が、9338万ですから、まあ、ほぼほぼ土地ですね。この土地の19億、これが効いてますよね。で、この土地が結構評価できるのかもしれないですね。それで貸してんじゃないですかね、銀行はね。まあ、単借りで31億ですから、まあ、なんかない限りは大丈夫だと思うんですけどね。長屋のシャツって、百貨店なかったら困るんですよ、それはそれで。本当に。なんで、やっぱりね、場合によったらこれちょっと、あれですよね、百貨店が、ね、引き取る可能性だってないことはないですよね。こう日進坊とか、こういうところがね、引き取るかもしれないし、丸紅がね、まあ、宮本圭司さんね、頑張っていただきたいなというふうにね、切に願う次第でございますね。本当に。あ、この人私知ってます。東大経済学部、通産省入ってたんですか？そうですか。そうそう。今は社長じゃないですけどね。この方が大株主で持ってらっしゃるんです。ワイシャツ1000万枚って。まあね、数が多ければ1枚じゃないですよね。ということでございますね。はい。次ですね。高宮さんね。まあこれ、儲かってます。今日上がってますよね。これなんで上がったんですかね。高宮札幌オフィスを移転、大幅リニューアル、社員雇用にとってベースキャンプ。これで上がらないですもんね。だからね、おしゃれなのを作りましたっていうだけじゃね。そうなんですよね。イメージを変えようとしてるんですよね。足場ってなんかほら、もうなんか現場労働者臭いみたいな、そういう感じじゃないですか。たも新しいね、若い社員が来ないですから、特に女子がね、敬遠しますからね。なんで、まあ、こうやってね、おしゃれにしようとしてるんですよね。まあ、変化は感じますね。神谷さんね。次、ですね、JH ね。これは、そうですね、松本さんから教えていただいた、金子眼鏡と49なんですけど、このね、PBR3.59 なんてなかなか私買わないですよ。しかしながら、もう百貨店降りちゃったでしょ？基本的にもう。倍以上になったんでね。これでまあ、その代わりに今度百貨店にくっついて伸びていく。さらに伸びていく会社。それはね、ちょっとね、ええところでは買っときたいなと思って、それでまあ、こう投資してんですよね。ジーンズとか全然興味ないです。安売り系はもう興味ないです。それで、まあ一応こう、これね、利益乗ってますよ。30% ぐらい乗ってんじゃないかな。いくらもじっくりね、じっくり熟すのを待ちます。まあこんな感じですね。すごい。去年の11月に上場して、こうずっとね、ずっとこうね。まあ、いいと思います。これ月次出さないんですもんね。月次を出してくれるともうちょっといいと思うんですけど、月次が出ないんでわかんないですよね。だから疑心暗鬼になっちゃうんですよね。だけどね、これ12月15日の、まあこれ、第三四半期なんですけど、まあね、店舗売上が、あれですよね、順調と言ってますけど、その順調さがですね、こう半端じゃないですよね。だって売上が 28% 増ですよ。もうすごいですよ。はっきり言って。で、この、あれですね、基調はですね、続くと思います。っていうのはですね、やっぱね、いいメガネをね、作ってくれる、それでおしゃれなところ、それが、まあ、やっぱもう百貨店の、もうこういうところしかないんですよね。だからもう街のメガネ屋さんってみんなね、要するにその、安売りチェーンに侵食されてね、まあ、滅びていってるじゃないですか。なんで、そういう意味で言うと、まあ、貴重な存在だというふうに思いますね。あとはもうブランディングですね、金子眼鏡と49とか、さらに、ブランディングできればね、両方ともいいですよね。金子眼鏡は既存店 27.9% どうでしょ？ 49 の既存店売り上げ 26.4%。これがね、いきなりね、あれでしょ、失速するということは考えられません。小売業ね、しばらく続きます。でしかもこれ、百貨店の、要するにこの、ね、いわゆる客数増によってもたらされているという部分もあります。百貨店だけじゃないですけどね。あと、ファッションビルとか、そういうところにも、もちろん入ってますけどね。大丈夫だと思いますよ。それから、ベースね。まあ、これはもう、本当に、小学当時でございまして。種まきですね。これも、ワンブロック以下でございますけど。大丈夫です。でもこれ利益出てますね。320円だったらね。今日上がってますよね。と、シェアリングテクノロジーね。これはね、マイナスじゃないかな。ちょっと、多分マイナスしてると思いますよ。ですね。
シェアリングテクノロジー、これはまあ13、4% のマイナスですかね。しかしまあ別に、まあこれもね、私は本来 4.21 倍の PBR の株に投資はしないんですけど、まあね、あらりが90数%という恐ろしいビジネスですから、まあ私はこれは、まあじっと待ちますね。やがてこれはですね、評価されると思いますよ。これは PBR4.21 倍でも。こういうのをね、やっぱ種付けしとかないとですね、これとんでもないことになる可能性があるんですよ。とんでもなくダメになる可能性もありますけど、なんかこう、ポートフォリアっていうところが保有割合 5% 超えたってますね。まあ、安いところ拾ってきてるんですね。で、これ、決算ね。まあそうですね。これですよね。これが特別利益が出て13億になってて、実質この13億いけば増益なんですけど、まあこう、マイナス方向で見られてしまうっていう感じですかね。まあこれはもう本当、すごいですよ。もう営業利益率が 20% 台に突入してますんで、これはもう、ビュンビュンいくと思います。だからいいかなと。それから、ウェルスナビですね。結構下げましたね。でもこれでもまだ、そうですね。20% くらいは、20% から3、そうですね。20% くらいですかね。含み益ありますね。ウェルスナビはですね、まあ、ロボアドバイザーが、まあ、お任せちょうだいみたいな、お任せしてちょうだいみたいな、そういうような、まあ、要するにアプリでね、やるんですよね。めんどくさくないし。ほんで、三菱 UFJ がそこに目をつけて、要するに、業務資本提携をしようよ、みたいな、そういうことになってるわけでしょ。それはもうね、いいと思いますよ。ね。3月5日に、まあほら、預かり資産1兆1000億円突破ね。1兆1000億円。すごいな。突破してますね。すごいな。これ見逃してたな。預かり資産の開示は1000億円単位とすると、これ覚えておかないといけないですね。だから1000億円単位で、また発表になるんですよね。ということで、まあ、長期積み立て分散ね。これはもうサラリーマンにとってはいいと思いますよ。ほんと。何もわからない人はね、もうこれに毎月ね、やっとけばいいんじゃないですかね。というようなことでよかったですね。まあ、三菱はここに目をつけたという、さすがでございますね。はい。買ってくるんだと思いますね。こう下がったところはね。それからポラリスね。これも最近投資したやつですね。まあ、これもですね、ワンブロックなんかいかないです。ね。ですけど、まあね、これはまあいろいろ、この間動画撮ったんで、それご覧になるとわかると思うんですけど、まあ、やっぱこう、そうですね、スターアジアのまあ、傘下っていうか、スターアジアに、スターアジアがバックについてますし、スターアジアのね、まあその、ホテル事業ね、まあいろいろやってるんですよ。他の商業施設とか、オフィスとかもね、スターアジアは、まあリートでね。ってんですけど、これまあ、そのホテル事業のところは、やっぱ運用とかね、そういうことをやって、で、運営ね。行かないと、やっぱまあ収益的には大きな収益は取れないですよね。で、場合によったら、まあそれをまあリートに持ってくるとか、そういうことをやろうということだと思うんですけど、まあこれはね、今後はちょっとね、宿泊客ガンガン伸びてきてますんで、これはいけるかなというふうに。いいとこにあるんですよ、京都とかね。ここホテルね。いいと思います。あと、鳥越くんね、今日14円も上げました。どうしたことでしょう。なんかあったんですか？あんまないよな。株主総会いつなんですかこれ。よくわかんないな。定時株主総会通知。いつなの鳥。うわぁ、もうなんか、ショック騒然としてますよね。浮き派でするなよ。鳥越くん。福岡の人間でも浮き派まで行くのは大変なんですよ。それをね、もう東京の株主なんか来れないじゃないですか。3月28日ね。しかも浮き派市文化会館ってどこまで来てほしくないんだ。うるさいのに来てほしくない。鳥越てっちゃんね。もう困ったもんだな。僕はもう上場してる意識はないですね。全然。全く。もうこれね、噛みつかれますよ。もう、リムにもうすでに噛みつかれてるか。ね。ただじゃ済まないですよ。本当に。ちゃんとしないとね。ちゃんとしてください。イントラストね。かけてますよ、これ。ほら。やっぱりね、報われますよね。大してあげてるわけじゃないですけどね。まあ、これプラスでございます、もちろんね。それで、まあ、これからね、夢を私は見るんですよ、イントラスに関しては。ね。これはもう絶対伸びるぞと。これね。すごいでしょ、こう。
なんかもうものすごい勢いで伸びていってるでしょ、売り上げが、利益もね。この通りいくんだと思いますよ。で、直近の四半期もめちゃいいですしですね。それで、営業利益はもう 20% で、こういうの好きなんですよ、私。お金、お金がじゃんじゃん入ってくるわけですよ。そうするとですね、再投資回せますからね。ロイックですよ、ロイック。なんで、こういう銘柄はね、ROE も高いわけですよ。なんでですね、大事に買ってくると思うんですけど、うん、ゴールドマンサックスね。チェスも上がったね。JP モルガンね、いるでしょ、トリニティとかね。まあいいんですけど、ここになんかプレステージインターナショナルって言ったらいいんですよね。これがね、よくわかんないですけど、56.83% 持ってるんですよ。これ調べてないですけどね。ここもでもシンガポールに置いてるってことは、こう税金対策ですよね。多分ね。だからこれが親会社です、実質ね。っていう感じですね。それからですね、カーリットね、これも上げましたね、今日ね。これはですね、これももうプラスです。900円ぐらいですかね。900円ちょっとぐらいで買ってますんで。まあ、これプラスですね。でもまあ、そんな大したプラスじゃないです。でもこれはもう本当割安っていうことですね。それからやっぱ、なんといっても防衛関連っていうことですよね。ということで、私はカーリット買ったんですよ。だから、そうですね、この爆薬、カーリット爆薬ね。スウェーデンからね。最初にね。なんかこう、あれなんですよ。商業化とか実業化した会社なんですよ。ただこのカーリットっていう名前は、そもそもそのスペース、スウェーデンの会社の名前なんですよね。だからこれはもうちょっとね、持っときたいなと思ってます。しばらくね。平松ね。平松はね、ちょこっとだけマイナスですね。ですけど、まあ、これは、良かと思いますよ。これはね、まあまあ、金額的に言うとワンブロックぐらい持ってます。割とこれは自信あります。割とね。っていうか、いいなぁと。自分も、食べて、ポール・ボキューズね、食べて美味しかったし、それから、泊まってもね、今度見て、ね、さらにいいなと思ったらもっと買えますかもしれないですね。でも、月次をね、これね、出すの、これ偉いですよね。ものすごく、だからあれですよ。前はもう何もなかったですもん。だから遠藤さんね、やり始めて。これでもう全然会社がね、様変わりしてます。だからね、会社ってのは本当トップです。トップが大事です。ということでね。まあ、一応何ですか。まあ、1月っていうのはちょっとこう、12月に比べたらまあこう、下がるんですよね。それはもうしょうがないです。小売業でもそうですもんね。2月もっと下がりますか、普通はね。これ2月の月利がちょっとね、なんか楽しみかなというふうに思ってますね。次がですね、何でしたっけ？もういっぱい買ったからですね。大光電子ね。これ富士通の特約店ですよね。ね。これもよく 1.16 倍ね。買ったなと思うんですけどね。大光電子はね、プラスだったと思いますよ。大光電子は、そうですね。ちょこっとですけど。まあ、プラスですね。だけど、これはですね、あれですね。まずこの富士通の特約店というところが、もう、バッチリですよね。バッチリ。だって、富士通と NTT がもう、ね。いやもう一体みたいなもんですから。それで、この、なんていうんですかね。クラウド型にですね、こう、なんていうんですか、こう、変化しようとしてるんですよね。それと、このアップガードっていう、このセキュリティ関連ですね。これがすごい伸びてるんですよね。まあ、あれやこれやでですね。まあ、ちょっとこれは、まあ、伸びていく会社じゃないかなと。まあ、なんかこう、視聴者の中に、大光電子さんとお付き合いのあるね、会社がですよ。その方から、まあ、一応コメントもいただいてたんですけど、まあ、大光電子は、まあ、その昔の話ですよ。今の話じゃないらしいんですけど、なんか、まあ、今一つ芋かったとかいう感じで、なんか、メンテナンス屋みたいな感じでしたよと。で、難しいところはもう富士通の人が来て、SE が来てね、やってましたよと。そうでしょうね。だから今技術者一生懸命増やして、まあだいぶね、自分たちでもできるようにね、効果変化していってるってことですね。ずっと富士通頼みじゃどうしようもないですからね。まあ、でも MVNO なんかやる気ないと思いますよ。一応こう、やってみたみたいなね。でもこれも全然、なんすかね、今のこの、これね、第3クォーター見てみるともうすごいいいでしょう。営業利益 4.5 倍ですよ。経常利益 4.2 倍。ね。最終利益99億8000万。
それで、対通期進捗率 57.8 なんですけど、これ C12 月はこんなもんですごいんですよ。だって1、3月が一番強いんですよね。で、企業のいろんなものですね。機関系も含めてですね、いろんなシステムとか、そういったものが、要するに、導入されるのが、1、3月と、まあ、7、9月なんですよね。半期半期仕事ですね。ということなんで、次のこの1、3月はすごいいいと思います。そしたらね、ボーンとね、株価上がると思いますよ。というふうに私は適当に思ってますけどね。まあ、適当でいいんですよ。まあ、1095円から下がったんですけど、まあ、ここ、まあ、もう一回ボーンって行くと、びっくりしたみたいな。ね。はい。で、昨日買った永大産業ですね。これはもう皆さんのリクエストですね。一生懸命苦行。苦行ならぬね。銘柄発掘。大変なんですよ。洞窟に入り込んでいって。こう、カンコンってやりながら採掘してね。お、出たぞ、金が、みたいなね。こんな感じで。ね。こうやってるわけなんですよね。青の洞門みたいなのがね。掘れば、尊し青の洞門みたいな。何ですか、それはって感じ。かもしれないですけどね。そういうことで、もうめっちゃ割安ですよ。8.6 倍の PE で。0.31 倍の PBR。利回り 3.41 くっついてくるんですよ。おまけが。いいでしょ？これはね、ワンブロックいきました。ワンブロックいってます。で、これですね、直近ね。直近が、ですね。この子も全然黒点してるんですよ。それまで赤字だったのがね。もうだから変化が見えるんですよね。明らかにね。っていう話を昨日しましたよね。なんて、3.1 のね、営業利益なんか、ここのところ出たことがないぞ、みたいな。こういう会社がいきなり 3.1 を出したってことは、なんかあるだろう、値上げしたんだろうって言ったら、やっぱり値上げしてましたみたいな。そうするとですね、少なくとも1年回るまではいいはずなんですよ。ね。というふうに思いますんでね。933円までいくかなというふうに、とか思っておりますね。ということでですね、これ、何銘柄になるんですか、これ。全35銘柄ありますね。35銘柄ね。だから大体こう、銘柄点検が長くなりますよね。ね。ということで、割とね、マジでやりましたね。ということで、終わりたいなと思います。まあ、今日はね、大阪のばちゃんも、歌も出てませんけど、もうこれで目一杯でございますので。ね。自分の銭勘定なんで。ということで、終わりたいなと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。まあね、私の日記でございますので、まあね、退屈かもしれませんけど、これは私のためにやっております。で、良ければね、気が合えば、波長が合えば見ていただければいいのかなというふうにね、思う次第でございます。ということで、チャンネル登録ね。波長が合えばね、やっていただければ。あと、高評価ボタンね、忘れずにお願いします。あと、メガネゲストは日曜日にやりますから。ね。ということで、お楽しみにということでね、終わりたいと思います。長時間のご視聴、誠にありがとうございました。お腹すきました。